今回はこの Windows Fall Creator Update なんですが、 Windows 10のこのスタートメニューが使いづらいと思うんですけども、例えばこのメニューなんですが、アルファベット順にソートされていますが、スクロールがやたら長くて、アクセサリーのこの IE 起動するまで結構スクロールすることになります。あとここにまあ Windows 10の設定があるわけなんですが、以前あったコントロールパネルのメニューがなくなっています。このスタートメニューを右クリックして、ここにコントロールパネルって以前はあったんですが、それもなくなっています。コントロールパネルにアクセスするには、まあ、ここにコントロールと入力すれば、まあ、起動はできるんですけども、この点も使いづらい点だと思います。あとこのスタートメニューでストアアプリのタイルがありますが、これも使わないので特にいらないなと思います。このスタートメニューの使いづらさを改善するために、こちらクラシックシェルというフリーソフトがあるんで、これを使いたいと思います。まあ、このソフトは Windows 7.88.1.10 に対応しておりまして、スタートメニューをまあ、Windows 7のような形に変更できます。このソフトは Windows 8.1 では必ず導入するんですが、Windows 10でも試してみたいと思います。でこれを、ダウンロードします。でダウンロードし終わったら Exe を起動します。実行でクラシックシェルインストール、ウィザードが起動してきますんで、Next ライセンスの、同意、チェックして次へ、であとは NEXT で、インストール、これチェック外して、フィニッシュでインストールが、完了しました。クラシックシェルインストールしたんで早速見ていきましょう。スタートボタンクリックするとこのようにクラシックシェルの設定画面が出てきます。まあ、初期設定は Windows 7スタイルになっているんでこのまま OK します。でもう一回クリックすると、スタートメニューが、使えるようになります。このように Windows 7のようなスタートメニューが復活します。すべてのプログラムにカーソルを合わせるとこのようにコンパクトなスタートメニューも復活することができるので、スクロールすることなくこのようにアプリケーションを起動することができます。コントロールパネルはこのようにメニューとして展開されるので、例えば電源オプションを開くとこのように開くことができます。あとこの Windows 10の普通のスタートメニューに切り替えたい場合は一番上クリックすると Windows 10のスタートメニューを使うこともできます。ストアアプリを起動したい場合はここにストアアプリがコンパクトにありますので、ここから 3D ペイントを起動したりすることもできます。タスクバーの設定にて色を変更してこのブルーをチェックしてタスクバー、タイトルバーすべてこの色に統一したい場合でもこのように色が変えることができます。クラシックシェルを導入するとエクスプローラーにはこのようなクラシックシェルのメニューが追加されます。まあ、切り取りコピー貼り付けとかよく使うメニューがここにショートカットとしてありますが、まあ、使わない場合はここからチェックを外して標準のエクスプローラーに戻すことができます。このようにクラシックシェルを使えば Windows 10でもこのように使いやすいスタートメニューを使うことができるようになります。今回は以上になります。ご視聴ありがとうございました。